ルでアイラインを描きます。その上からリキッドを目の際に入れます。リキッドはぼかしたりなじませたりできないので慎重に引いていきましょう。腕をしっかり固定し、手首のスナップを効かせるようにして少しずつ目のシワを引っ張りながら引くと綺麗なラインを引くことができます。まつげの生え際の上に少し太めにラインを重ねるとさらに目力が強くなり、目が縦に大きく見えます。目尻側のまつげよりアイラインを少し長めに細く描くと目を横広に大きく見せることができます。最後に目頭もしっかりとラインを引きましょう。